この車なかなか実は選ばないそうですか、弾がない。あ、まあ、確かに1年待ちました、うん、弾がない、ね、この大きさ、取り回しやすさ、トルク、まあ俺は本当好き。あ、嬉しい、すごい褒められました、うん、ねえ、なんかでもかっこいいよねこのね、スタイルが俺は好き、うん、さあ竹岡さん、はい、こちらですね、そうなんです、愛車、今日私の愛車を持ってまいりました、はい、ちょっと紹介してください、ね、なかなかあの、はい、まず色がね、パッと派手だと思うんですけど、はい、これは車自体はルノーの、はい、メガーヌの RS、 これね、どうですか、早い、うん、ですよね、うん、早い、これは早い、いやこれね、僕ね、竹岡さんすごいなと思うのは、はい、この車なかなか実は選ばないそうですか、弾がない、あ、まあ、確かに1年待ちました、うん、弾がない、ね、うん、でこれあの実はね、ベストカーのイボシタもね乗ってるんですけども、ええ、あのおそらくこれを買う人って、はい、ゴルフの GTI に行く方も多いですよね、うんはい、うん、そうですね、で、あえてこのメガヌアルスで買ったってどういう動機ですか、はい、やっぱルノーって結構楽しいじゃないですか、うんうん、でまあ、フォルクスワーゲンのゴルフもすごくいい車なんですけど、うん、なんかフランス車ってすごい疲れてる時もいいんだよいいんだよ今日は疲れてるんでしょみたいな受け止めてくれるような、なんか温かさがあるので、うん、でもう一台私はシロッコアールまだ持ってるんですよ、だからちょっとフランス車とかいいかなと思ってこれにしたのと、これ300馬力で 4WS なんですよ、うん、なのに450万円なんですよ、リーズナブル、そうかなりコスパがいいなと思ってこれ選びました、うんね、これ知ってます、あのもう日本に入ってくるのかだったの、これそうなの、ルノースポールがなくなっちゃって、うん、そうなんですよ、今度アルピーヌになっちゃうんですよ、でアルピーヌになったら多分値段も間違いなくドンと上がっちゃうので、うん、ルノースポールのうちに最後にこれ買っとこうかなと思って、うん、そうですよね、そうなんです、でもうこれだけですから、うん、もう皆さんその情報入ったんで、はい、これプレミア引き出してますよね、そうですね、これね、うん、最後ちょっとステッカーチューン的なちょこっとだけお化粧直ししたやつがもう本当ラスト限定車で出たんですけど、うんうん、もうね、ほとんどないかもしれないですね、ないですよね、うん、はい、またこの色がいいね、オランジュトニックって言います、そうですね、はい、名前はみかんです、あ、みかんですね、みかん、みかんですね、なるほどね、どうですか、実は、いや、この大きさはいいですよ、いいですか、取り回しやすいし、うん、で、ルノーの RS は、うん、あの、軍曹で乗ったけど、うん、かなりいいですよ、あ、そうですか、レベル高い、うん、嬉しい、なんですか、この、それをさっき言った、うん、ゴルフのドイツのね、うん、こういうなんか、はい、車と違うじゃないですか、ええ、何が違うんですか、なんだろうな、そのルノーって割とイケイケですよ、うん、あ、うん、ルノー、プジョーはこのクラスは本当イケイケ、うん、でメーカーが目の敵にしてるかどうか分かんないけど、うん、ルノー、プジョーってシビックタイプ R やっつけてやるっていうそういう車作りしてますよ、どっちかこれね、はい、RS じゃなくても楽しいよね、あ、そうそう、普通のメガーヌでも楽しくて、うん、普通のメガーヌがあって RS があってもう一個 RS トロフィーっていうのがあるんですけど、うんうん、トロフィーはね、さすがに硬いんですよ、やりすぎちょっとね、シャシがもう硬くって、うん、で、そこは普段乗るにはかなり辛いなって、トロフィーになるともうツーシーターでしょ、うん、もうサーキット仕様でバリバリな感じですよね、少しもね、ルノーサンクターボみたいなもんだ、あ、そうそう、それはちょっと無理だなと思ってこっちにしました、そう、ちょっとこれ見てみたいと思うんですけども、はい、いや、 やっぱりフランス車っておしゃれ、おしゃれだね、うん、これもフランス人のやっぱし車に対する感覚がちょっと違いますよね、はい、うん、確かにそうですよね、うん、いや、曲線がおしゃれ、うん、分かる、なんか面使いでね、うん、そう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 、日本ってこういう車ってさっき言ったシビックタイプ R ぐらいしかない、ないよね、あと何かあります、日本車ですか、うん、まあこれに対抗するって言ったら GR ヤリス、あ、そうか、うん、GR ヤリスはもうちょっとちっちゃい、おしゃれな感じしないもんね、まあおしゃれさはないけど、うん、おしゃれさなんか、なんか走るのはいいんだけども、まあまあ確かに確かに、当たり前だけどフランスパンに合わないもんな、でもそれはそうですね、まあ、だけど我々はもう常にその軍隊にテストやってたんで、うん、本当になんかもうシビックタイプ R やっつけてやるっていうのがルノープジョーですよ、ね、これ車幅どれぐらいですか、高これね、実は結構あって1875万ですよ、あ、割とあるね、オーバーフェンダーが、ね、貼ってる分があって、普通のメガーヌだと1820なんですけど、うん、もう膨らんでる分でね、ちょっと大きいんですよ、うん、1875って言うと小道は大変だよね、もう大変で、結構大変で、ちょっと中はどうですか、レーシーとかラリー車っぽいかな、あのハンドルの上にね、はい、真ん中のセンターのところに赤い、ね、あ、これですね、そうそうそう、ラリー車っぽい、うん、今これが正面だってことは分かるようにしてる、うん、そうそうそう、はい、あのラリーってぐる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 ハンドル回すので、うんうん、あとはシートがレーシー、うん、あ、そう、うん、なかなか的な
まあ、要は滑れないってことですか、うん、スポーツシートで、うん、だってホールド性が結構いいじゃない、うん、なるほどね、こう脇も肩も入り込むホールドしてるから、うん、あのかっ飛ばす人のためのシートですよ。なるほど、まあ、確かにそうかもしれないです、ね、とは言ってもあれメガールだから4人も十分ね、うん、いやそうですそうです乗れるし、はい、いやおしゃれおしゃれ、いやいくらぐらいでした、450万円、私が買った時はね、ね、うん、あれから高くなったんじゃない、高くなっちゃった、今もう500万ぐらいする、ね、今500万しますね、ルノースポールの、いやなかなかさ、これ綺麗な車だよね、それで開くはず、うん、綺麗な、ちょっと荷物入ってますけど、うん、荷室も結構広いしね、うん、そうなんです、そう、やっぱ幅広あるね、うん、結構ありますよ、結構あるね、うん、いやおしゃれ、うん、おしゃれだね、うん、でもね荷物入れてくるのに結構ねいいのを発見しまして、うん、最近ねああいう風にあれどうですか、こういう感じでなんかフェルトで傷つかなくていいかなと思って ああいうの入れてます、なるほどね、これちょっとスタッドレスなかなか厳しいので、うん、あの布製のチェーン位置を積んであるの、へえ、布製のチェーンって、うん、つけんのに装着するのどれくらいかかります？結構簡単ですよ、すぐ多分ね3分あれば作ってもらう、あそうなんだ、はい、楽だよね、うん、あ僕使ったことない、今の日なのはもうすごく楽、うん、あそうなんだ、あとはもうタイラップで縛るとかね、うん、あるあそうなんだ、ちょっとすぐ早い人なら1分ぐらいでつくかも、それ便利だね、うん、確かにスタッドレスに変えるとまた別なね、今度普通のタイヤの置く場所がさ、うん、家なんか別にない人だっているわけだから、うん、はい、ありがとうございます、あすいません、すいません、そうか、はい、いくらで買えるの、安いの、これそんなしないですよ、1万2000円とかそんぐらいです、これはどこだよ、これ結構細かいこと言うねでもこれ見てる人がね、欲しくなるから、うん、確かに確かに、これは押していいの、押してください、そういうのついてないです、そういうのなんか、なんかわかんないさそういうのついてない、わかんないよね、うん、でも人の車わかんないよね、ですよね、そのこの辺のライン気持ちいいね、綺麗だよね、うん、お尻がこうボーンと張ってる感じ、グラマラ、うん、ルノーとプジョーあるじゃないですか、あまたシトレン、はい、どれが好きですか、うん、俺はルノープジョーが好きですよ、うん、よく走るもん、うん、私やっぱ結構でも、ね、プジョーも持ってたことあるんですよ、うん、プジョーもルノーもあすごいおしゃれさで言ったらやっぱシトロエンだと思うんです、シトロエンでね、 DS、 特におしゃれ、ね、で DS はねまた別、うん、そうそうそうなりましたけどね、まあでもシトロエンがおしゃれはおしゃれかな、なるほどね、うん、ちょっとこれ乗ってみましょうか、あそうですね、いいですかこれ、ですから、うん、運転してください、じゃあ行きますか、はい、行きましょう、うん、行きましょう、はい、これ2リッターターボだっけ、そうです、ね、そうだよね、これはオートマ、あ 1.8 リッターですか、あ 1.8 か、そうですオートマですか、オートマとかね、ツインクラッチのなんだろう DSG みたいなやつ、 EDC っていうのかな、の土屋さん、はい、どうでしょうか、いや軽やかですよ、なかなか軽やか、うん、軽快ですよ、うん、やっぱこの大きさはね軽快、いや土屋さんすごいよね、さっきもみんなで話した時は、うん、山中さんなんかと話した時はこの大きさがちょっと大きいなって話、あ、あのちょっと言ってたらね、はいはい、もう少しコンパクトでもいいなと思ったんですよ、さっき言ったね 1.87 だから、はいはい、土屋さんはこの 1.87 のも、うん、もうね、うん、そんなに大きく感じないってこと、うん、幅がそんな大きいって感じない、乗っちゃうとそんな感じないですよね、まあ、あと土屋さん運転前からな、そりゃそうですよ、世界のドリキンですよ、またこういうなんかさ、はい、あの田舎道っておかしいんだけども、うん、こことまた都会でね狭いとこ走んでたらまたちょっと違うから、まあ確かにね、だから本当に狭いとこだと1個下のルーテシアの RS の方がちょうどいいかもしれないですね、うん、今何年乗ってるんですかこれ、これまだね去年の9月の末にようやく来たんですよ、わじゃあ本当だ、うん、まだ3000キロちょっとしか乗ってない、やっぱヨーロッパの人たちってさ、うん、まあ、これちょっと大きくなっちゃってるけど、はい、こういうなんかスポーツタイプの、はい、こういうなんか昔のハッチバック的なものって好きじゃないですか、うん、ですね、で日本も好きな時期があったけども、そう好きな人がぐんと減っちゃいましたよね、そうですね、うん、そうなんだよね、うん、ハッチバックってすごくいいんだけどね、取り回しがいい、うん、そうですよね、そうある程度年配で昔好きだった人たちが買うんで、はい、改めて、うん、もうだからこの走りをみんな SUV に求めてやってるからね、あ確かに、うん、そうだね、走りどうですか改めて、いやいい、やっぱり本当にこの大きさ、取り回しやすさ、トルク、まあ俺は本当好き、あよ
かった、嬉しい、お墨付き。須瀬さん、はい、どうでしたか、ルノーメガール、アレス。俺は何気に好きなんですよ、うん、ルノープジョーが。あ、なるほど。そのこの大きさといい、うん、四隅が分かりやすい、うん、で、まあ、この車に関してなんだけど、トレッドが広いんで、うん、結構コーナーが早い。早い。だから気持ちいいんですよ。いや、嬉しい。すごい褒められました、うん、ねえ。なんかでもかっこいいよね、このね、スタイルが俺は好き、うん、でさ、このルノーって、はい、もうこれもそうですけども、あの5年後これ見ても新車に見えるでしょ、はい、あ、そうかも。なんかさ、ね、うん、古く見えない、古くなんないよね、うん、あのやっぱり弾がそれほど街に出てないから、うん、いつでも新鮮だし、はい、特にましたね、これ生産中心だったから、うんうん、まあ、それはね、世界中の自動車メーカーもそう、やっぱ入らないからさ、部品が、うん、電子部品がさ、ね、これはもうしょうがないね、うん、まあでもね、いいですよね。いい、なんかおすすめですか。いや、もうおすすめですか。でも2人、うん、お二人に褒められてめちゃめちゃ嬉しいです、うん、多分ミカも超喜んでると思います。あ、これミカって言ってるんですか。ミカ、ミカね、はい、いいと思います。はい、沼の話、番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。